はい、酒好きな新潟人の元新潟人で西動画です。毎回間違えるな。今日飲むのは、札幌の、至福の苦味。これは生ビールですね。はい。限定醸造。原材料が麦芽とホップ、アルコール度数 5%。鮮烈な苦味、爽快な美味しさ。これどこで売ってたっけ？コンビニだったっけ？コンビニっす。だいたい新商品はコンビニなんだよ。まあ夏ですからね、苦いのは、好きです。好きっていうか、まあ、ね。美味しい季節でしょうか。じゃあ乾杯。あ、苦い。うん。今日暑かったっすね。東京30、俺の部屋35度ぐらいだったわ。マジで。どうなっとるんだと思った。はと思って。35度ぐらいあって。くっそ、暑かった。驚きのある美味しさをテーマに、ビールの特徴を際立たせたビールです。ビールの味わいを構成する重要な要素である苦味。この特徴を際立たせるために、ホップにこだわり、ハラタウトラディションと、高アルファ酸ホップ、ヘラクレスを採用しました。さらに、二仏工程の中間でホップを添加することで、苦いだけでなく苦味の質も向上させます。はっと目が覚めるような美味しさをお楽しみください。6月14日に、ファミリーマート限定みたいですね。あ、ファミマ限定か。あ、苦い。苦えな。うわ、これは苦いね。でもそんなに後味の苦さっていうのはない。いきなりボガッとくる、ガツッと苦いって感じ。うん。ガツリ。ガツッと苦い。あっつ、苦。ああ、ずい。本当にもう汗ばんでさ、マジでもう、暑くて、もう、油切ってますよ。ああ、逃げ。ふぅ。苦い。まあ、でも暑い日は苦いのもいいですね。俺お茶。多いお茶の濃いめが好きなんですけど、多いお茶って他の緑茶飲料に比べると苦いんで、好きですね。特に暑い日はやっぱり、苦いお茶。ね、冷たいね、苦いお茶を飲みたい。飲みたくなりますけど。うん。これは苦いね。苦い。これは苦い。最近飲んだ中で一番苦いな。ああ、間違いなく。最近飲んだビールで一番苦いね。苦い。あれだね。苦いね。
あ、暑い暑い。ほんと6月かよっていうぐらい暑いよね。6月で35度って。もう、なんだよ。どうなってるんだ。6月で35度はないでしょう。猛暑日ですよ、猛暑日。死人が出るぞ。下手したら死人が出るぞ。マジで。下手したら死人が出ます。まだ多分暑い。28度ぐらいあるんじゃない？今、部屋。27度ぐらい。外出れば、涼しいんですけどね。今の時間。夜はね。夜はまあ、外出れば涼しいんだけど、部屋の中は暑いっていう。苦い。つよりもこれはもう、あれやね。苦すぎる部類やね。ここまで苦いと、飲みたくないもんね。正直。苦すぎるな。これは苦すぎるな。香りも強い。これはあんまり。飲みたくはないっすね。苦すぎる。もう超えた。限度を超えた。限度を超えた。苦味。これは苦い。苦すぎるよ。3、1、4、2です。ご視聴ありがとうございました。